マユちゃんすごい、羽生結弦の結婚相手、バイオリニスト末信真由子さんの素晴らしい人生と結婚の背後にある物語。皆さん、こんにちは。私はジャーナリストとして特別な瞬間を共有し、感動的な物語をお伝えする役割を担っています。今回は、フィギュアスケートのスーパースター、羽生結弦選手の素晴らしい結婚と、 その結婚相手であるバイオリニストの末延真由子さんに焦点を当ててみたいと思います。地元の山口県周南地区の地方紙、日韓新周南がこの結婚を取り上げ、彼らの物語を紹介しています。羽生譲弦と末ぶ真由子の幸せな結婚。羽生譲弦選手は多くの人にとって、表情のプリンスとして知られ、その才能と魅力で世界中の人々を魅了してきました。 彼は2021年8月4日に自身の公式 SNS で結婚を発表しました。しかし、結婚相手については長らく謎に包まれていました。その謎が分かれたのはニュースサイト、週刊女性プライムがハブ選手のニーズまである末延真由子さんのプロフィールを明らかにした9月16日でした。末延真由子さんの素晴らしい経歴。末延真由子さんは山口県光市の生まれで、 4歳からバイオリンを学び始めました。彼女はその才能と情熱を活かし、数々の賞を受賞しました。また、東方学園大学を卒業し、三永俊彦氏と辰巳明子氏から学びました。彼女はバイオリニストとして、優れたファッションセンスとジャンルを問わない独自の演奏スタイルで注目され、日本国内外でコンサートを行っています。2013年には、 大阪と東京の両フィルハーモニー交響楽団と共演し、大阪 NHK ホールやサントリーホールなどでソリストとして活躍しました。さらに、彼女はクラシック界だけでなく、ロックフェスティバルやテレビ番組にも出演し、幅広い音楽活動を展開しています。山口ふるさと大使としての活動、末延真由子さんは、山口県のふるさと大使にも就任しており、地元の人々から愛されています。 小学校で演奏を行ったり、地域振興に貢献したりと、地元への献身が伺えます。地元の人々は彼女を、上品で気さくない良い方と評し、羽生選手との結婚に驚きつつも、彼女の素晴らしい人柄に納得しているようです。地元の祝福と未来への期待。地元の山口県光市では、末延真由子さんと羽生ゆずれ選手の結婚に対する祝福ムードが広がっています。地元の新聞、 日韓新集団がこの幸せな出来事を報じ、地元の人々が祝福の言葉を送っています。舞台は仙台市となっていますが、末延さんの地元の人々も、新夫婦の訪問を楽しみにしていると言います。結びつけられた地元のアイドルと世界的アスリート。この素晴らしいカップル、末延真由子さんと羽生譲弦選手。地元のアイドルと世界的なアスリートが結ばれ、山口県を訪れる日は、 きっと近い未来に訪れることでしょう。地元の人々とファンは、その日を楽しみにしています。結論。末信真由子さんと羽生譲選手の結婚は、地元の人々とファンにとって喜びの瞬間です。彼女の素晴らしい音楽活動と人柄が、羽生選手との結婚につながったことは、感動的な物語として残ります。地元の愛と祝福が、新夫婦に幸福と成功をもたらすことでしょう。